素粒子から原子、地球、宇宙まで様々な現象、法則の解明に挑む、それが理学部第一部物理学科です。その特徴は3つ。1つ目は基幹科目、数学、物理実験をバランスよく配置したカリキュラムで、演習にも重点を置いています。それらを総合的に運用し、学部4年生であっても最先端の研究を行う卒業研究に力を入れています。2つ目は高校や中学の理科・数学の教員免許を取得可能。高校の理科と数学、中学の理科と数学の教員免許を取得できるカリキュラムが構成されており、創立以来多くの教員を輩出しています。3つ目は反転授業や長期の学生実験など特色ある授業を展開。ディスカッションを行う反転授業や3年間にわたる学生実験など特色のある授業が展開されています。それは大学教員が教育能力を高める FD、 ファカルティディベロップメントに力を入れている結果です。理学部第一部物理学科を通して目指せる資格はこちら。理科と数学の中学校教諭一種免許状、理科と数学の高等学校教諭一種免許状。毎年数多くの理科大出身教員が全国の教壇で活躍しています。このほか測量士や測量士補の資格を取ることもできます。こちらが入学者受け入れ方針、アドミッションポリシー。高等学校における物理及び数学の学習内容をよく理解し、基礎知識が十分に習得されていること。特に微分積分は大学の物理を理解する上で必要不可欠なので、十分に理解していること。物理学に興味を有し、大学においてより高度な物理学の専門知識、考え方を学ぶ意欲のあること。将来多様な分野で社会に貢献しようとする意欲のあること。思考力、判断力、表現力、コミュニケーション能力などが十分な水準にあること。入学試験では特に数学、物理学、英語の学力を重視するが、入学試験に課される科目以外の科目についても広く学習していることが望ましい。このような学力を有し、意欲のある人を広く求めています。これが1年次のカリキュラム。黒い文字は必修科目、緑は選択必修科目、オレンジは選択科目です。基礎分野を重点的に学びます。東京理科大学ではここでの教育を特に重視。このカリキュラムによってスキルを磨き、2年次以降の学習に欠かせない基礎学力をしっかりと身につけます。こちらが2年次のカリキュラム。物理教育、生物分野が選択科目として加わります。2年次はレポート力、思考力、分析力など全領域にわたり揺るぎない基礎力を身につけます。3年次のカリキュラムはこのようになります。地球・宇宙分野、原子核・素粒子分野、物質分野が選択科目として加わります。3年次は基礎を学ぶ中で発見した自分の好きな分野を深く学べるのが特徴。関心のある分野に応じて様々な科目が用意されています。そしてこれが4年次のカリキュラム。卒業研究のほかに選択科目を通して知識を深めることができます。4年次は実際に研究室に所属し研究を行います。研究室という小さな実社会で、来るべき未来に対し必要な資質や学ぶ姿勢を身につけていきます。これが理学部第一部物理学科の研究テーマです。物理教育、自然エネルギー、低温物理、表面物理、ナノ領域の輸送実験、光デバイス、光回路、光子統計、
ハドロンを中心とする素粒子原子核物理、超伝導量子回路、ナノスケール分光、光水素発生、極低温量子気体の理論、量子情報理論、 X 線天文学、惑星圏物理学、宇宙プラズマ物理学、磁性物理学、中性子散乱、量子輸送現象、エネルギー変換物質、ナノ物質化学。興味深い研究テーマは見つかりましたか？大学案内には研究室ごとの内容が掲載されています。また東京理科大学と研究室名でウェブ検索すると、直接研究室のサイトへアクセスすることもできます。では先輩の言葉を紹介しましょう。物理学科の鈴木さんです。実現が期待される量子コンピュータにはどんな物理現象が最適なのか、誰も知らない答えを研究するのは宝探しのようです。量子コンピュータも従来のコンピュータと同様に、情報はすべて0と1で表現。私は論理素子パラメトロンを用いて0と1を表せるのではないかと考えています。技術研修を受けている産業技術総合研究所で助言をもらいながら論文などを調べているところです。では卒業後について紹介します。これは2021年3月に卒業した学生の進路、進学は 58.6% と数多くの方が大学院へ進学しています。情報通信業への就職が 13.1%、機械器具と教育学習支援業がともに 5.1%。 主な就職先、情報通信業ではソフトバンクや LINE、 機械器具で NEC やソニー、また国家公務員になる方もいます。すごい未来日経、東京理科大学。